これは宇宙シリーズを初めて買う人にはめちゃくちゃおすすめできると思います。皆さんこんにちは、ジェイ・ショーレゴブルダーイエーイ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴシティ宇宙探検デラックスです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年発売されたレゴ宇宙探査シリーズのセット版になっております。こういった感じのセットってあんま見かけなかったので、なんかすごい新しく感じると思います。外箱はこのようになっていて、このセットは作業用スペースメカスーツと宇宙旅行船とスペースホバーバイクの3つのセットがワンセットになっております。1200円ぐらいのレゴクリエイターを3つワンセットに入ってくれたらすごい嬉しいんですけど、あれは出るのかな箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は4280円でピース数は426個です。さらにこちらは神戸のコストコで3200円で買いました。スペースメーカースーツはすでにレビュー済みですので、今回はこちらの宇宙旅行船とスペースホバーバイクを組み立てます。では開けましょう。ちなみにこれどんな感じで入ってるのかめちゃくちゃ気になります。おお、紙だ。うわ、これ紙の袋初めてだ。じゃあ行きます、せーの、よっと。はい、箱の中にはパーツが入った紙の袋が4つと、説明書が2冊とシールのシートが1枚入ってました。確か去年からプラスチックの袋から再生紙が使われている紙の袋になったんですけど、紙袋のデザインめちゃくちゃいいですね。では改めまして、宇宙旅行船とスペースホバーバイクを組み立てます。はい、すべて完成しました。ちなみに組み立てにかかった時間は宇宙船で25分で、ホバーバイクで5分かかりました。ちなみにスペースメカスーツは10分ぐらいで完成しました。なので全部で40分で完成しました。まずは宇宙船とホバーバイクのミニフィグとアクセサリーについて説明します。これが宇宙船のパイロットで、ジェットパックのドローンで、これがホバーバイクについてくるミニフィグとスペースクリスタルです。まずミニフィグのトルソーとレッグパーツのプリントパーツはこの前作ったメカスーツと全く一緒で、強いて違いを言うのであれば腕の部分と頭部と、そして裏のバックパックになってます。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。で、これすごいのがこの頭部のこのパーツなんですけど、なんと別パーツになっております。これ別パーツになってるのがすごいゲーコマだなって思います。昔のレゴだったらここ塗装にしますよね。ちょっと見えづらいんですけど、ヘルメットのクリアパーツも結構面白い形をしております。続いてこちらがジェットパックです。全体はこのようになっていて、少ないパーツでジェットパックを再現しております。ちなみにこのミニフィグの背中にジェットパックをこのように取り付けることができます。はい、取り付けるとこんな感じです。いや、これはかっこいいな。やはりこのまま自立させることはできません。ジェットパックのウィングがこのようにヒンジで稼働します。続いてホバーバイクのミニフィグはこのようになっていて、腕の部分が水色になっていて、手首が紺色になっています。ちなみにこのミニフィグは背面の装備はありません。先ほどのミニフィグと一緒で、この部分は別パーツになっております。そして最後スペースクリスタルはこのようになっていて、基本的に言えば作業用メカスーツについてくるクリスタルとクリスタルの数は一緒なんですけど、岩の造形が全く違います。はい、まずはこちらのスペースホバーバイクを見ましょう。このホバーバイクに使われているピース数はだいたい40ピースなので、めちゃくちゃ作りやすかったです。全体をぐるっと見回すとこのようになっていて、近くで見るとこのようになっていて、これがエネルギータンクで、後ろのこの部分がジェットエンジンになっていて、この部分がジェットバーナーになっています。ちなみにジェットエンジンはピンパーツでこのように回転させることができます。しかもこのピンパーツが結構レゴロボットに使えるパーツなので、僕はこれめちゃくちゃ好きです。そしてこの部分を使ってミニフィグを乗せることができます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。ちなみにこれは多分おそらくポリバッグのセットだと思うんですけど、これポリバッグのセットにしては結構割と使われてるパーツが結構レアなものもありますので、個人的に言えばこのホバーバイクは結構すごいなって思います。はい、続いてはこちらの宇宙旅行船を見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。色についてはスペースシャトルと一緒で白と黒ベースになっていて、一部にオレンジやグレーなどといった色が使われております。正面から見るとこのようになっていて、横側はこのようになっていて、厚さについてはレゴスピードチャンピオンの車とまあほぼほぼ一緒なんじゃないかなって思います。後ろはこのようになっていて、上から見るとこんな感じです。では近くで見ましょう。まずこちらがコックピット部分です。この部分
はクリアブラックが使われていて、中はどういうのになっているのかというと、このようになっていて、操縦席は結構シンプルな造形になっているんですけど、個人的にこのモニターがめちゃくちゃかっこいいです。続いてウィング部分はこのようになっていて、ところどころクリアパーツが使われていて、であとすごいのがこの部分、なんとプリントパーツになっております。これ見た感じ、これシールなんじゃないかなって思ってたら、まさかのプリントパーツだったので、これはめちゃくちゃいいと思います。はい、そして最後ジェット部分はこのようになっていて、この部分がエネルギー残量になっていて、この部分に宇宙探査のロゴがあります。ジェット部分についてはオレンジ色のクリアパーツで再現されております。続いてこの宇宙船のギミックなんですけど、このエネルギー部分を押し込むと後ろのバーニアが展開します。ではいきます、せーので、はい、こんな感じです。ちなみにバーナーを展開するとこのようになっていて、めちゃくちゃかっこいいと思います。ちなみにこのオレンジの部分はローラーコースターのレールの一部になっております。最近ローラーコースターのシリーズ結構出ているんですけど、そのうちこういったちっちゃいのも追加されるんじゃないかなって思ってます。続いてハッチを開いてミニフィグを乗せたいと思います。まずミニフィグを乗せて、その後後ろ側にちょっとだけ倒してハッチを閉じれば、はい、これでミニフィグを乗せることができます。ミニフィグを乗せてこのエネルギーを押すと、はい、このように展開するので、はい、これで宇宙船の高速飛行状態を再現できます。これも一言言うのであれば、シューティングゲームの時期ですね。はいいや、これちょっと改造してミサイルつけたいなちなみにこの宇宙船は造形とギミックについてはもうほんと申し分ないんですけど、ちょっと唯一残念なところがあって、それは何なのかと言いますと、はい、こちらのジェットパック、これが丸々余ってしまいます。ちなみにジェットパックをつけたまま乗せることはできません。いや、これ取り付けるんだったら、僕だったらこのロゴの部分をポッチパーツに改造してこうやって取り付けたらもっとかっこよかったんじゃないかなって思います。で、このロゴの部分をここに取り付けたらもうちょっと良かったんじゃないかなって個人的には思います。はい、今回のセットで作れる作品を全部並べるとこんな感じです。冒頭でも話したんですけど、今年のレゴシリーズは宇宙系を結構推しているんですけど、これは宇宙シリーズを初めて買う人にはめちゃくちゃおすすめできると思います。最後になるんですけど、個人的にこのセットは、いやー、これもう一個買えばよかったなって思いました。ちょっと汚い話になるんですけど、この宇宙船だけで3000円して、このメカスーツで1500円で、このホバーバイクでだいたいまあ800円ぐらいするので、全部バラで買ったらだいたい 5,6,000 円するのが 4,000 円で買えて、コストコでは 3,000 円で買えますので、これはもうほんと実質めちゃくちゃお得だと思います。あ、ちなみにこれコストコでしか買えないと言ってたんですけど、ほぼオンラインストアや一部の流通店で購入することができます。はい、レゴシティ宇宙探検デラックスの宇宙船とスペースホバーバイクはこんな感じです。はい、ということで、レゴシティ宇宙探検デラックスの宇宙旅行船とスペースホバーバイクを組み立ててレビューしてみました。まずこの宇宙船の造形につきましては、スペースシャトルをベースにしていて、造形もすごいかっこよかったのでとてもいいと思いました。ギミック的なことを言うと、この部分を押すことでこのようにバーニアが展開されるギミックもすごい面白いと思いました。で、続いてこちらのスペースホバーバイクなんですけど、40ピース以内でこのホバーバイクが作れるところがとても作りやすかったと思います。あ、ちなみにこれ言い忘れてたんですけど、今回作ったこのメカスーツなんですけど、シールは貼っておりません。まあ、でもシールを貼ってなくてもメカスーツの造形はすごいよく作られていますので、シールなしのメカスーツも結構いいと思いました。ちなみに動画でも話しているんですけど、このセットはコストコで3200円で売っていますので、気になった方はぜひ組み立ててみてください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ハハハハ。